名古屋ドームです。前編に引き続き今日は試合開始からお伝えします。撮影してみての感想ですが、野球動画って難しいですね。いつどのタイミングで打つかわからないんですよ。全部撮り続けてるわけじゃないんで、その瞬間が撮れるかどうかの勝負でした。そんな苦戦を強いられた野球動画、どうぞご覧ください。この番組は NH 様のご支援によりお送りしています。サポートありがとうございました。先発ピッチャーは開幕も務めた笠原です。さあ試合が始まります。私にとってのドーム初観戦、勝ってくれ。今日の笠原の出来はいかがでしょうか。第1球投げました。ヤクルト先発はこちらも開幕投手を務めた小川、通称ライアン小川です。開幕投手同士のぶつかり合い、投手戦になるんでしょうか。笠原が首位ヤクルトをどう封じ込めるのか、スタメン起用のアルモンテにも注目です。ここのところドラゴンズ2連勝と上昇ムードですからね。対戦カードでもなかなか負け越さないのもポイントでしょうか。打線も好調のドラゴンズ、1番にいる平田も頼もしいです。さあ1回の裏、ドラゴンズの攻撃です。さて1点ビハインドで迎えた2回裏、注目のアルモンテです。ファー、ここのところ代打起用が多かったんですが、復活の兆しがありますよね。ちょこんと合わせた、レフト前ヒート。さあ反撃ののろしが上がったドラゴンズです。今日の周平はボールが見えてます。フォアボール。最近セカンドに定着しつつある阿部、打った、レフト前に同点タイムリー。4回裏のドラゴンズの攻撃は先ほど同点タイムリーの阿部。ワンアウト1塁、カウントは3ボール2ストライク。打った、センターを追う、センターを追う、入った。ホームラン。阿部第2号ツーランホームランです。阿部今日3打点。
笠原降板、今年の火消し谷本登場です。地元愛あふれる谷本、今日も頼むぞ。打った、大きいか、いや伸びがない。センター大島下がってこちらを見た。3アウト、見事ピンチを脱しました。さて、名古屋ドームは6回裏。6回裏、ドラゴンズの攻撃は、今日の周平は前の打席2つフォアボール。迎える第3打席。打った、レフトオーバー、ツーベース。ている阿部、第3打席も見せてくれるのか。フォアボール。回表、ピッチャーロドリゲスです。150キロを超えるまっすぐが魅力のピッチャーです。どんどん速くなっていきます。見事ホールドに成功です。ドラゴンズの攻撃は打順よく1番ライト平田。今日の平田はまだノーヒット、そろそろ打つんじゃないでしょうか。センター前に落ちた。強打は送りバントです。きっちり決めてほしいところです。きっちり決まりました。さあ3番大島、フルカウントから。
球場内のボルテージも高まってまいりました。さあピッチャークイックモーションから投げた、打った、あ、内野ゴロ、これは足との競争だ、セーフ。4番ビシエド、ライト前ヒート、ワンアウトフルベースです。さあ最大のチャンスがやってきました。得点差はわずかに1点、引き離すチャンスです。迎えるバッターは途中から出場の遠藤一成。さて遠藤三振の後ツーアウトフルベース、今日は全ての塁に出ている周平です。今日の周平はボールが見えている。チームのキャプテンも務める周平、頼むぞ周平。ボール押し出しです。ドラゴンズ1点追加。左のロドリゲスに右のマルティネス、一昔前の落合英二と岩瀬仁紀の両輪のようですね。さてマルティネス立ち上がりはどうでしょうか。対するは山田哲人、怖いバッターです。サインが決まった、注目の第1球を投げた、ストレート、これは速い。このまま逃げ切れるかドラゴンズ。セットポジションから2球目を投げた、あっとショートゴロ、マルティネス先頭バッターを無難に抑えました。9回表登場するのはもちろん今年のドラゴンズ守護神を務めるのは、今年の守護神の登場です。今日もあのキンブレルポーズ、通称スパイダーアーム見られるのか。頼むぞ広志、今日の試合は任せたぞ。出たキンブレルポーズ、圧感ありますね。憧れの守護神メジャーのキンブレルのポーズ、守護神の風格として定着するといいですね。9回表ツーアウト、投げた、あーっとハーフスイング、バットは回った、三振、試合終了。中日ヤクルト4対2、勝ち投手笠原2勝目、西武鈴木6セーブ、本塁打阿部2号。
ドーム初観戦勝ちました。万歳万歳万歳。皆さんもこれだけ集まってらっしゃって、これだけの歓声がありますので、よろしくお願いします。
そして明日も首位かもしれません。そのあたりの上お願いします。そうですね、もう勝つしかないのでしっかり勝って早い段階で首位に立てるように頑張りたいと思います。大勢の予断のお二人です。阿部選手、そして風間としてお願いします。お聞きください。興奮冷めやらぬ中、お土産を買って帰ります。今日の観戦で買ったものや手に入れたものです。